はい、じゃあよろしくお願いします。今回はですね、ケアレスミスの減らし方についてやっていきます。以前も撮ったことあるんですが、まあ前回は、話す。口で説明するだけだったので、まあ、ホワイトボードを使って簡単に説明していきます。で、この方法は受験生でも、まあ、定期テスト、中間テストとか期末テストでも誰でも使える簡単な技だし、結構効果的なものなので、ぜひね、試してみてください。で、今回数学で説明していくんですが、一応分かりやすいんでね、ケアレスミスも出やすいものなので、まあ他の科目でも応用できます。まあ一応数学で説明聞いてみてください。でね、実際皆さんが受験でも定期テストでも問題用紙を開きました。これ問題用紙のアップだと思ってください。大きくしてあります。で、この問題用紙パッて見た瞬間に、まず皆さんはどこに解いていきますか？この一番。最初の問題。今回のポイントはそこです。で、大体の方が、例えばこれの近くに空間があれば、ここに計算を書いたり、この辺に書いたりすると思います。例えばこれだったら、通分が必要なので、6分に通分だから、6分の、で、2をかけるからね、ちょっとお付き合いください。2x プラス10マイナス、6分の3かけるから、9x プラス3と。で、通分してってから、6分の、まあ、ちょっと暗算しちゃいましょうか。マイナス 9x とマイナス3になるから、マイナス 7x マイナス3でプラス7とこうなって終了と。まあ、こんな感じで、あとは回答用紙にこれを移すっていう感じでやると思うんですけど、これが NG です。NG。で、なんでかっていうと、まあ、これは個人的な意見なんですけど、私自身が学生の時にケアレスミスがめちゃくちゃ多いタイプです。今でもそうです。数件とかね、受けた時も同じようにやっていくんですが、非常にケアレスミスが多いと。であれば、もう、ミスはどっかでしてるんですよ。きっと。まあ、何十問って問題がある中でしているので、やべえなって、計算ミスしやすそうだなって思う問題に、まずチェックをします。まあ、これちょっとケアレスミスとちょっと意図が外れるんですが、解きながら、自分ね、分数の問題に非常にケアレスミスが出やすいので、あ、これ絶対にできたけど、後で時間が残ったら、もう一回解く必要があるなって思ったら、こうやって印をつけるんです。シャーペンで。三角みたいな。で、これも解いて、これも解いてみたいなやるじゃないですか。で、これも、まあ、分数が入ってるんで、まあ、その時に解いた感覚もあると思うんですけど、多分つけます。で、でもこれはね、つけない、きっと。つけないと思う。で、実際ちょっとこれ飛ばしましたけど、こっちやってみます。で、これやるときに、まあ、どうだろうな、書き方いろいろあると思うんですけど、掛け算先にやるじゃないですか。だから、マイナス3かける4、ここやるから、ここがマイナス12。で、人によっては多分、やった部分に印つけたいから、バツとかつける方もいると思います。で、5をマイナス、マイナス12だから、プラスプラスになって、あ、オッケーオッケー、17か、みたいな。こういう風にやる方もいると思うんですね。で、実際これもちょっと NG なんです。実は。でも、まあ今三角三角で、自分だったら多分これは印はつけません。後で見直しはしようとは思わないと思います。で、そう、全部問題が終わって、じゃあ50分のうちの、じゃあどうしようかな。まあ、35分ぐらいで終わったとしましょう。残り15分余りましたよね。で、この15分を、今やった三角マーク、見直しもう一回やった方がいいんじゃない？ケアレスミスしてるんじゃないの？っていう問題に当てるか、実際に解けなかった問題もいっぱい出てきますよね。解けなかった、つまり罰ですね。できなかった問題に当てるか、こうやって作戦が分かれるわけです。で、もちろん、解けなかった問題の中でも、粘れば解けるんじゃない？みたいな問題もあると思うので、そっちに時間を当ててもいいんですけど、基本的に自分はこっちに行きます。なぜなら、できたと思ったのに、うっかりミス、ケアレスミスを捨てるなんて非常にもったいない。もったいないし、ここの対策を打った方が得点の底上げがしやすいんですよね。だから、まあ、こういう印をつけて、後で見直し、後で解き直しをする問題で優先順位を決めていきます。まずこれやってください。で、話を戻しましょう。解く場所です。なんで、ここにやっちゃいけないかっていうと、例えばね、一回こうやって解き終わって35分終わりました。残り15分になりましたと。戻ってきますよね。この2問。戻ってきたときに、よく皆さんが見直しをやってね、テストの時見直しやってねっていうとやるのが、一回自分で解いたものを目で確認するんですよね。自分で解いたものを目で確認。どっかケアレスミスしてないかな？どっか計算ミスしてないかな？って目で確認するんですけど、これはやめましょう。もちろん時間がない。っていう時はしょうがないんです。目で確認で OK なんですけど、基本的にこれはやらない。なぜかっていうと、数分前に自分で解いたもの、同じ人間です。他の人がチェックしてるならまだしも、自分が数分前に解いた思考は同じところをたどるよ。だから、うっかりミス気づかないんだって。自分でやった問題だから。あ、自分で解いた問題だから。だから、基本的には目で確認ではなくて、もう一回解きます。新規で。もう一回解く。だから、今、こうやって解いたものを三回見るんじゃなくて、これがないものとして、もう一回解くんです。
で、その時に、じゃあ、2回目解くから、これをね、違うところ、例えば2枚問題用紙があったらさ、2枚目の裏とかも使えるじゃんか。もちろん、回答用紙の裏でもいいと思う、別にね。裏とかに、この問題をもう一回移して、こうやってね、移してやるのももちろん OK なんです。OK なんですけど、個人的な好みね、これちょっと俺の、まあ、性格上もあると思うんですけど、ここに、一回答えたものがチラッと見えちゃうと、あ、そうだそうだ、そのやり方だったよね、みたいな風に思考がいってしまう。ちょっとヒントをもらった状態になっちゃうから嫌なんです。こっちに流される可能性があるから。だったら、一回目解くときをこっちとかにやればいい。裏に。これが一回目。で、二回目をここにやればいい。そうすれば、一回終わって二回目来たときには、ここにこれがない状態になってるから、まっさらでしょ。じゃあ二回目三角ついてるから、近くにやってみようと。で、解いて、さっきの一回目の答えと二回目の答えが同じだったら大丈夫でしょ。もし、新規でさらの状態で二回やって、二回とも同じミスしたら、もうそれは諦めよう。しょうがないって。で、2回やってみて、ちょっと答えが違ったと。あ、ってことは、どっちかが計算間違ってる。まあもちろん、両方間違ってる可能性もあるけど、どっちかが間違ってる可能性があるから、どこが違うのかなってチェックをすることができます。だから、1回目解くときっていうのは、できる限り2回目のことを考えて、近くに解かないっていうのをやってみてください。で、さっきと同じ条件でいくと、まあちょ、3番ですね。これ、問題は、これはね、三角ついてないから別に構わないんですけど、ここの問題文、その先生が作る、先生とかね、作った人が打ち込んだやつに書いてしまうと、二回目解けないんですよ、これ。だから、もしやるんだったら、一回解き終わって答え出た後に、もう、まあ、これも答えもそうだけど、この解いた部分、例えばこの引くを足すに変えちゃってるんで、これとかを消しゴムで消さなきゃいけないんですよ。もし二回目やると決めるんだったら、まあ、やってください。それでも構わないです。でも消しゴム消す作業めんどくさいから、時間かかるからさ。だったら、これをね、書き込まない、ここの問題に書き込まないで、こういう最初の状態で残るように工夫するといいです。いいかな。で、最後にちょっと長くなって申し訳ないんですけど、関数とか図形に関してです。例えば、まあ、これね、二次関数とか一次関数の問題あるじゃないですか。で、関数のやつは、俺自分がよくね、データを書き込めって言うんで、いろんなこと書き込みますよね。ここの座標が、例えば2の3でとかいろいろ書き込むじゃないですか。これは1回目の時に、例えば2回目やり直すから書き込むのはやめようはしなくていいです。絶対に解く上でデータを書き込んだ方が思考がやりやすいし早く解けるから、それはやってください。でも、自分はもし2回目を解くんだったら1回解き終わった後に消します。まあこれと同じ条件です。消しゴムで消します。いろいろ書き込んだもの。で、自分はね、筆圧が強いんですよ。まあ今はちょっと薄くなりましたけど、学生の時めちゃくちゃ強くって、だから、一回目を強く書いちゃうと、消すのに時間がかかるの。だから、テストを解くとき、で、二回目を書く可能性があるときっていうのは、筆圧を弱く書くっていうのを意識的にやってました。そうすると簡単に消せるから。で、後も残らないから、その、2と3って書いたら濃く書いちゃうと、消しゴムで消してもね、後が残ってんだよね。2の3みたいな。見えちゃったりするから、そういうのも気にするタイプだったので、だから、2回目解く可能性があるんだったら、ちょっと弱く書くとか、そういった工夫もしつつ、できる限りケアレスミスを減らしたいんだったら、2回解く。まあ、2回っていうかね、まあ、複数解くっていう。で、複数解くためには、2回目にまっさらな状態でもう1回解けるように、1回目書く場所を工夫するっていうのを、ぜひやってみてください。多分これをやるからといって、すげえ時間かかる。まあ、慣れるまではね、大変かもしれないんですけど、ケアレスミス、うっかりミスが普段気になっている方は、他の科目でもこれは活かすことができますので、ぜひ試してみてください。